皆さんどうもおかみです。今回は平日5日間のお弁当をやっていきます。まずは月曜日から冷凍ブロッコリーをレンチンします。熱したフライパンにオリーブオイルを敷いてベーコンエッグを焼いていきます。朝ごはんはすべての曜日でベーコンエッグです。ドリンクはアイスカフェオレと麦茶、氷たっぷりです。ゆでパスタをチンしてパスタソースと和えます。今日は和風パスタソース柚子醤油味を使います。ソフトフランスにマヨネーズとスライスチーズ、ベーコンエッグを乗せてケチャップをかけます。鶏もも肉を蒸し焼きしていきます。お弁当にご飯を詰めてパスタは丸めて詰めていきます。なんかパスタって丸めてもほぐれちゃいますよね。焼き芋を一口大にカット、ウインナーは切れ込みを入れて焼きます。ご飯に鮭フレークとごま塩、余ったものは私の昼ご飯にします。鶏胸肉に火が通ったらカットして詰めます。ウインナー、ブロッコリー、焼き芋を詰め終わったけどなんか彩りが微妙なので可愛いバランを足してみたり梅干しを足してみてなんとか完成。ちょっと炭水化物多めだけど鶏肉好きの主人はきっと喜んでくれるだろう。続きまして火曜日のお弁当いきます。水筒に氷たっぷりの麦茶と無糖のアイスカフェオレ、起き抜けの一服用にもアイスカフェオレと麦茶をついでおきます。水筒がちゃんとロックされているか逆さまにして確認してます。熱したフライパンにオリーブオイルを敷いて朝ごはん用のベーコンエッグを作ります。ボウルに卵を割り入れて業務スーパーの冷凍青ネギ、本だし、水を入れてよく混ぜます。今日は買ってきた焼き芋を使います。紅天使の冷凍焼き芋なんですけどこれねちり系の甘み引き出されまくりで美味しいです。気に入って何度もリピートしてます。しょっぱいものと甘いものを交互に食べると食が進みますよね。まあ主人がどう思ってるかは不明なんですが、ベーコンエッグパンも合間に作り進めます。フライパンが空いたら豚こま肉を焼いていきます。この豚こま業務スーパーで買ったんですけど結構大きめのこま肉で使いやすかったです。ベーコンエッグパンが完成したのでラップでくるみます。下っ腹の肉も使いながらくるんでいきます。使えるもんは何でも使わないとね。さっきの焼き芋を一口大にカット、豚こまに火が通ったら生姜焼きのタレで味付けします。あらかじめボトルにたくさん作ってあります。つなぎもに切れ込みを入れます。銀皮とか銀皮とかいう横の白い部分はもったいないので切り落とさずに切れ込みを入れて食べやすくしてます。はい、ここで主人が起きてきました。キッチンで一服しますね。調理している私よりフライパンに近いです。まあ5分ぐらいの我慢なので避けながら調理を続けます。実は今日はいつもより遅く起きちゃってお弁当を作るの焦ってます。なのに、はい、焦ってる時に言われたくないセリフナンバーワン、急げ起きました。何も言い返さなかったけど実はちょっとイラついてます。なのでさらします。砂肝に塩コショウして蒸し焼きします。ご飯の上に大葉の醤油漬けを 3,4 枚と明太子を乗せます。砂肝はガラスープの元で味を決めます。主人の一服が終わりました。退席します。はい、皆さんご注目ください。この足、スリッパを履かずにトイレも布団もどこでも歩いちゃうこの足です。何回言ってもスリッパを履かずにイラつくのでさらします。フライパンをきれいにしてオリーブオイルを敷きます。卵焼きに砂糖、本だしを入れてよくかき混ぜたら焼いていきます。食べやすい大きさにカットして材料が揃ったのでどんどん詰めていきます。砂肝の味がちょっと薄かったのでガラスープの素パラリして完成。今日のお弁当いつもにも増して牛パンですね。続きまして水曜日のお弁当いきます。ウインナーに切り込みを入れたらフライパンの横っちょで一緒に焼きます。器にラップを敷いてハムの上に卵を落とします。黄身に穴を開けて塩コショウしたら上からもう一枚ハムを乗せてレンチンハムエッグを作ります。ちくわとカニカマをカットしてボウルに入れておきます。冷凍のインゲンをキッチンペーパーにくるんでレンチンします。今日のドリンクも麦茶とカフェオレです。氷たっぷり入れておきます。ベーコンエッグパンを完成させます。ハムエッグができたら半分にカットします。ちくわとカニカマに醤油、砂糖、マヨネーズを入れます。インゲンが解凍できたら固く絞って醤油、砂糖、すりごまを入れてよく混ぜます。ちくわとカニカマもよく混ぜておきます。この味付けはびっくりドンキーのディッシュサラダのマヨネーズを意識してます。コクがあって美味しいよね。今日は土鍋ご飯を炊きました。お弁当箱に詰めていきます。マヨ和えとごま和えはちょっと汁っぽいのでカップに盛り付けて詰めていきます。この紫のカップ可愛くないですか？
ですか。ダイソーで買いました。ご飯にはごま塩としば漬け、しば漬けも紫で可愛い。今日は業務スーパーで買った飲むヨーグルトもつけておきます。午後もお仕事頑張ってね。こんな感じで完成しました。今日の彩りは気に入ってます。続きまして木曜日のお弁当いきます。ドリンクはアイスカフェオレと麦茶、氷たっぷりです。朝ごはんのベーコンエッグを焼いておきます。ボウルに卵を割り入れて白だしと砂糖を入れてよくかき混ぜておきます。今日のウインナーはタコさんにしよう。レンコンは皮を剥いて薄くスライス、ハム、チーズ、海苔を重ねておきます。紅天使の焼き芋をカットしたら、食パンにマヨネーズ、スライスチーズ、ケチャップ、ベーコンエッグ、レタスを乗せてくるんだら完成。39歳限度を超えたデブ女はふと思いました。あ、私のことですよ。成人男性と同じ量を食べている場合ではないと。ということで私は食パン1枚のオープンサンドにします。レンコンはフライパンに移して酒、みりん、醤油、砂糖で蒸し焼きしていきます。弱火。その間に卵焼きを焼きます。カニカマ入りの卵焼きにするはずが忘れ去られ焼かれていきます。最後の方で入れ忘れに気づきました。強行突破するしかねえと思って最後の二巻きに滑り込ませます。ハムチーズのりを重ねてミルフィーユ状にします。切ったらまた重ねてを繰り返します。あー、なんか綺麗に成立したしましま見ると気持ちいい。新しいお弁当箱を買いました。確かセリアだったと思います。2段弁当箱仕切り付きです。これで味が混ざらずに済むでしょう。下の段にはのり玉、明太ご飯、中心のずれた卵焼きをカットしてみる。カニカマが卵と一体化してないですね。ハムチーズ海苔をお弁当箱に合わせた大きさにカットして他のおかずも詰めます。カラフルミニトマトで彩りをアップさせます。初めてのお弁当箱なのでどう詰めていいかコツがつかめずフリーズしてます。小さいお弁当箱って詰め方むずいですよね。どうしようどうしようって向き変えてみたり、余ったものは私の昼ご飯にします。なんとなく詰め終わったけど納得できずにまたいじくってみる。なんとか完成。カニカマ飛び出してるけど完成。ラスト金曜日いきます。朝ごはん用のベーコンエッグを焼きます。卵に白だし砂糖を入れてよく混ぜます。ちくわを開いてハムを巻いたら用紙で留めておきます。余分なところはカットします。こんにゃくを2センチ四方にカットしておきます。食パンにマヨネーズ、レタス、ベーコンエッグを乗せます。フライパンが空いたら塩麹味噌につけておいた鶏もも肉とこんにゃくを蒸し焼きします。ベーコンエッグサンドを完成させます。お弁当箱にご飯を詰めて鰹節と海苔を上から乗せたら醤油をかけます。卵焼きを焼いて塩麹チキンが焼けたらフライパンから取り出してこんにゃくを醤油、みりん、砂糖で煮絡めます。チキンをカットして詰めつつこんにゃくが焦げないようにたまに様子を見ます。材料が揃ったので詰めていきます。今日は赤いミニトマトを入れました。こんにゃくに白ごまを振ったらお弁当完成。ドリンクは緑茶とアイスカフェオレ、氷たっぷりです。水筒をしっかりロックして完成。今週もお弁当をやりきりました。最後まで見てくれてありがとうございます。おかみちゃんグッズ好評発売中です。すずりの T シャツセールが6月23日までやってるので、動画の概要欄からおかみのすずりページに飛んでて見てみてね。それじゃあまたね。バイバーイ。